はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、シリウスです。というわけで今回もこちらのリサージェンスソロマッパーアシカヤランドでやってきた時のシェイとなっております。で、この動画も、全武器任務完了チャレンジのね動画になってるんですけど、第3弾ってことで使用した武器はこちらの武器となっております。AR のホルガー556となってます。この武器めちゃくちゃマルチで強いと思うんですけど、まあ、ボーゾンの、強さ的なところで言ったら、正直、強化待ちかなって感じですね。一応カスタムこんな感じで使ってて、最初の方は、サイトのよく使われている 2.5 倍サイトかな、なんだっけ名前、イグライか。これ使ってたんですけど、これ使ってると、近距離の対応がめちゃくちゃ難しくて、まあ、その近距離の対応をしつつ、まあ、ブレとか結構減らしてるんで、まあ、遠距離も狙えるから、視認性いいやつっていうのでマーク3リフレクター、まあ、マルチでめっちゃ使われてるサイトですね。こちら使ってプレイしてます。まあ、前回挙げた MTZ みたいな感じで、この武器もちょっとね火力足りてはないんですけど、ブレはそこまでなくて、その扱いやすさっていう部分は悪くないので、もし気になった方はぜひ使ってみてください。でその他のねパークだったりとか鳴き物等はこんな感じとなってます。ってことで早速ですが試合の方に移っていきたいなと思います。こんな感じでウォーゾン3の動画だったり Twitch の方で配信などやっていますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価、 Twitch のフォローなどよろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。どうぞ。それもある。ん、俺のマスターいるね。ティアな。わかる。外れ。お、あー26だ。これ外れ。お、神。まあでもちょっと縛りとして2丁持ちはなしにしようか。2丁持ちはさすがに強すぎそう。挑まないでちまちまなんかやってるとそれが手に入らない。挑むとそれが手に入るっていうね。勝っても負けても何かしら得るものがあるっていうので。だから俺らは出会いを感じて負けなかった。日頃から戦い続けてるからこそ俺らは負けなかった。たくさん戦ってるとこうやって倒した後に、ああこう逃げないといけないなっていうのをいろいろ掴めるので、仮に今ので逃げれなくて死んだら、まあ、死んだというか、その逃げたルートが悪かったんだなとか、なんかいろんな発見があるわけよ。これをずっと芋って戦闘とかしないと、その経験っていうものが得られなくてうまくならない。逆に COD がうまいやつはそういうのなんかあんまり気にすることなく戦ってる。なんかこんなんだったっけ、なんかバグってね。あ、かわいそうに。多分上登ると思うんだけど。あ、そんなことないんだ。下だったんだ。敵を撃破。残りの奴らも追い詰めるんだ。なんだ？これね、こっからはいけないんだよね。だから間に合う可能性がある。あ、残念。ちょっと危なかった今。ロードアウトドロップがそっちに向かった。残りの敵オペレーターをマークした。やべ。なんで？なんで？なんで下っちゃったの？おお、それは勇気すぎる。そうなんだよね。それ、あ、あら、扉を開けるっていう一工程をね、相手に許容させることができるから。だからっていう。あら、カスタム変えてすごい丸くなったな。
かマルチでたくさん使ってるからかな。なんかすごい敵が降下している。上空を警戒しろ。使いやすいかも。残りの奴らを特定。この人はなんでここ来た。いるな。それやっちゃうとね、どっちだろう。やべ、なんか初段ずれた。危な。上登る方法ってどうだったっけ、ここって。なんか死んでんな。やべ。はーい。まあ見えたやつやるか。ネットワークから締め出された。チャンスを逃したな。ごめんね。下表記ってどういうこと。まあ地下か。待って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 。タイミングというものがあるでしょうが。あぶねえ。ラッキー。多分今この人数発外してくれた。あぶねえ。絶対もっと違う武器だったんだけど。惜しい。死なねえんだ今の。後ろから見られてるけどこれ気にしない。ロード取れたの君は。はい。なんかだと思ったけど、だと思ったけど。まずは一つ。あれガスで死んでくんねえかな。あれ動いてないってことは多分自己差あるんだよ。うわー、これパラ開かねえのか。これのタイミング。お、ターゲットだ。弾頭を待つ。今なんかディオスクやってるみたいだったね。なんか同時に死んだね二人とも。ディオスク違う、デュオだ。ただのなんでもない。上空からの偵察が必要だ。了解だ。グッドキル。スクワットの残りの連中をマークする。追い詰めろ。どうして。お、見られた。なんか移動するか。今ね、下に。俺の下にいたの。分かってたんだけど。あれ別に行ってもあんまり美味しくなかった。残り4部隊いるな。敵だ。オーケー。クリに来んなよ。わあ、その左の建物強えな。どうしよっかな。お、見られた。これ耐久ガスの使い方します。これ先にポジション取る。どう来る。そんなまっすぐ来てくれるんだ。今左いたな。弾薬箱の裏？左？右行った。
左。これも頭出しだね、もう俺。ってことは俺も左大きく回って、これガスが行っていいんだよな、これ。そう、ガスが行っていいんだよ俺は。はい、ショットガン関係ない、ジジイ。よーし、ホルガー2回目、ナイス。ホルガーも27、素晴らしい。Say